ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はここ最近 24mm70mm の F2.8 透視のレンズ、それから 28mm45mm の F1.8 のレンズ、こういったかなり攻めた高性能なレンズを出してきているシグマですが、ここへ来てまた新しいレンズが発表されるという話が出ていますので、ご紹介したいと思います。もう具体的に発表される日も明らかになっています。こちらシグマのトップページの方に掲載が行われていますが、2024年9月5日21時 YouTube で発表される予定となっています。厳密に言いますと、まだ今回の発表会で何が発表されるのかというのは明らかになっていませんが、シグマがカメラ本体を発表するという可能性はかなり低いため、そうなると新しいレンズが出るというのが、普通に考えるとわかることかと思います。そしてここ最近の噂から言いますと、今回どういったレンズが発表されるのかというところもほぼ明らかになっていますので、今回はその辺につきましてご紹介したいと思います。もういきなり結論から言いますと、今回発表されるレンズはこちら 28105mm の F2.8 のレンズ DGTN アートとなります。ですので、冒頭ご紹介した2つの新しいズームレンズ、24-70 の F2.8 とか 28-45 の F1.8、これらと同様 F 値が透視のズームレンズとなります。この2つの最近出た新しいレンズもアートシリーズ、画質を追求したアートシリーズから発売となっていますが、今回発表されるレンズも同じくアートシリーズのレンズということで、画質がとても期待できるレンズであり、なかなか珍しい F2.8 として28から105mm までをカバーできるズームレンズということで、とても気になっている方が多いレンズかと思います。実はこのレンズ、なぜ今回発表されるのかというと、ここへ来て、もう実機の画像なども出てきて、タイミング的に言うならば、今回のイベントが開催される直前でもありますので、もうこのレンズはほぼ確実と言われています。なお、28105mm で、なおかつ F2.8 透視というと、すでに販売されているレンズとしましては、こちらがありました。キャノンから約50万円で販売中の RF24-105mm の F2.8、このレンズなどは F 値、焦点距離ともに全く同じです。こういったレンズはありましたが、今回はこれがシグマから、シグマからと言いましても、シグマはキャノンの RF のマウントのフルサイズ用のレンズは契約上出せないということになっているようですので、キャノン用ではなく、もちろん今回は E マウント、 L マウント用の発売となります。キャノンのこのレンズもやはり F2.8 透視ということもあり、かなり大きく重たいレンズですが、シグマのものがどうなるのか、まだ具体的な重さに関するスペックは分かりませんが、こんなレンズになる予定です。こちらこんな感じで、どうでしょう、決してコンパクトではないものの、現実的な大きさにまとまっているようにも見えます。ただし、実際の寸法、重さというのは明らかになっていませんので、この辺はシグマからの公式発表を待つ形になるかと思います。見て取れるのはこの辺にボタンがあったり、あとスイッチもあったり、ということで、こんな操作系で、サイズはこんな感じ、こういうレンズが今回発表となりそうです。なお、こちらの画像はソニーのアルファに取り付けられている画像になりますが、当然 L マウント用のモデルも発表されるものと思います。で、今回のレンズ何がいいのかというと、キャノンでは28から 105mm のレンズ、先ほどご紹介した通りあります。このレンズは
先ほど28と言ってしまいましたが、24から105ミリとなります。まあこの24スタートというところも一つ効いているかと思いますが、とにかく大きいレンズではあります。ただ、この便利なズーム域で F2.8 ということで、まあとにかく画質と便利な焦点域をカバーしているということで、魅力的なレンズではあります。では一方のソニーとかパナソニック、E マウントやL マウントを採用しているメーカーの純正レンズとして、この 24-100mm とか、あるいは今回出ます 28mm-105mm とか、この辺の範囲をカバーしているレンズ、どういったものがあるのかおさらいしますと、まずはソニーの E マウントのレンズ、もちろんフルサイズ用のレンズで見ていきますと、こちら焦点域だけ見ると 24mm-105mm というレンズがあります。ただし、このレンズは F4 透視のレンズで F2.8 透視ではありません。近い焦点距離を見ていっても、このような感じで。24-70mm か F2.8 透視のレンズあります。こちらは GM の2型も発表されたモデルとなっています。ですが、かろうじて、その28-70の焦点距離は F2.8 透視があるものの、もっとテレタンが望遠に近いモデルで見ていきますと、実はこのように F2.8 透視のレンズというのがありません。もう完全に望遠ズームレンズとなってしまいますが、70mm、200mm、こういったところにまで広げると F2.8 透視のレンズがあるわけなんですが、実は結構便利な24-105mm、シグマでいうところの 28mm-105mm という便利な領域で F2.8 透視というのが実は少ないのが現実です。では、L マウントを採用しているパナソニックの方はどうかと言いますと、こちらもラインナップの方、ズームレンズに絞って見ていきますと、こちら、近いところで言いますと、やはりこちらも 24-105mm というのがあります。ただし、このレンズも F4 透視ということで、F2.8 透視ではありません。F2.8 透視になると、24-70mm。それから70mm、200mm ということで、この辺ソニーと同じような感じで、このちょうど中間の便利なよく使う領域におきましては F2.8 透視のレンズがないのが現実です。ということで、実はあると便利な領域における F2.8 透視のレンズがソニーもパナソニックもないということで、そういう意味においては今回、とても貴重なレンズが発表されることになります。はい、でちょっと今調べていましたら、サイズ、重さに関する情報が出てきましたので、追加で、ご紹介しておきたいと思います。今回のモデル、こちら E マウント用、L マウント用で、若干の重さに違いはあるにしろ、大方両方とも同じと考えますと、質量はこちら 990g という値が海外サイトの方に掲載されていました。ですので、レンズ単体で約 1kg のモデルとなります。フィルター径につきましても情報が出ており、 82mm のフィルター径を採用しているとのことです。若干この広角側が28か 24mm かということで違いあるものの、既に販売中のキャノンの F2.8 透視のレンズと比較しますと、キャノンのこの RF24-105mm のレンズはと言いますと、こちら実はフィルター径は同じです。 82mm、 そして質量につきましては、キャノンの方が 1330g、 一方の今回シグマから出ます 28-105mm に落ち着きましては 990g ということで、だいぶこれよりは軽いモデルとなっています。ですので、レンズの太さという点ではフィルターサイズが 82mm ということで、
このキャノンのモデルと同じと考えていいかと思いますが、一方で重さはキャノンが 24mm スタート、シグマが 28mm スタートということで、やや広角化を切り捨てることによって、このキャノンのレンズよりも一気に軽い 990g となっているようです。まあ、このクラスのレンズになりますと、軽いとかどうとかというよりは、なんといってもなかなかラインナップの中になかったこの便利な焦点距離で F2.8 投資のレンズということで、これが一番大きなところと言います。まあ、当然価格につきましてもキャノンのレンズは約50万しますが、それよりも安く購入できることが予想できますので、割と決して安いというわけではありませんが、スペックの割には割と手頃な価格で購入できるとても便利なレンズとなりそうです。いずれにしろ今回イベントの日時としましては、こちら公式サイトにて9月5日日本時間21時 YouTube ライブにてイベントが開催されるということで、もう間もなくの発表となります。まあ、来週にも発表されるわけですので、これから何か F2.8 投資のズームレンズ購入しようと思っている方、そういう方にとってはとりあえず今回のモデル要注目のモデルと言えるかと思います。特にこの辺、2470mm の F2.8、 このレンズ購入しようと思っている方、今回のモデルは 28mm スタートはなってしまいますが、望遠側が 105mm までカバーできるということで、まあ、標準域からやや望遠寄りまでをよく使うという方の場合は、このモデルを買ってしまうのではなく、今回発表されます 28-105mm、そちらを待っていく方が賢明と言います。このチャンネルでは、公式にシグマから今回の噂されているレンズ発表されましたら、そちらの詳細一夜行くお届けしたいと思います。また発表会までは、あと少しだけ、まあ少しといってももう数日しかありませんが、その間にもこの 28mm-105mm のレンズに関する最新情報出てきましたら、また改めて別の動画の方でご紹介したいと思います。その辺の最新情報が気になるという方は、グッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。